私の場合はまだ子供もちっちゃいし、まだあんた母親として半人前でしょっていうのもあるだろうし、子供が自分たちの言葉でお母さんありがとうって言ってくれた時に初めて私も救われるし、子供にはなんかいろんな言葉を喋れるようになってほしい、バイリンガルになってほしい、マルチリンガルになってほしいなんて実際には考えてないですね、はっきり言うと。そんなことよりもなんかコミュニケーションって楽しいって思ってもらえたり、言葉とか言葉じゃないにしてもなんか人種とか国とか、もっと言うと例えば同性愛者の方とか、なんかそういういろんな自分とはちょっと違う、自分の世界とはちょっと違う人とも、その間にも壁を感じないこう人間になってほしいなっていうのが一番の思いです。まあ今はまだちっちゃいので、ただ単純に日本語が分かったら日本のバーバと話せる、友達と話せる、ポルトガル語が喋れるとブラジルのバーバと話せる、英語が分かると学校の先生と話ができる、友達と話せる、なんかただそれだけでいいと思うんです。それが大きくなるにつれていろんなこう悩みとか出てくると思うし、反発されることもあるんだろうなっていうのは覚悟してるし、そのね、覚悟っていう言葉もよく出てきたな、コメントに。ちゃんと覚悟してますかみたいな。覚悟で言ったら、はっきり言って私も日本を出た時点でいろんなこと覚悟してたし、16、17の時ですね、ブルーノとこう結婚するって時にも覚悟したし、いろんなことですよ。自分の両親、日本にいる家族のことだったり友達のことだったり、いろんなことです。もう今後もしかしたら一生会えないかもしれない。毎回ね、日本に帰ってこっちに戻ってくるたびに、もしかしたらこれがお父さんとお母さんと会える最後かもしれないとか、一人だけおばあちゃんがいたんですけど、もう私が生まれた時からずっと一人しかいなかったんですけど、そのおばあちゃんの死に目にもすごくラッキーで会えたんだけど、それもね、つい本当に数日前まではアメリカにいたので、でしかも知らなかったので、そういう状況になってるっていうことね、なんかちょっと間違えたら死に目にも会えなかったし、まあそういうのがあったから、なんていうの、そういう大切な人とね、なかなか近くにいれない状況なので、私はそういうのも含めてもう日本を出たっていう時点でいろんな覚悟はしてますよね。まあ大体それを一番強く感じたのはもう17歳の時に留学した1年間です。こう得たものもすごく大きかったけど、正直失ったものもすごく大きいです。あんまりそういう話はしたことがないんですけど、じゃあ後悔してるかって言われたら、後悔はしてないですね。やっぱそこで後悔してしまうと、自分のやったことに対して否定的な気持ちになるし、今の自分を肯定できないし、じゃあそれを支えてくれた両親にも申し訳ないし、前を向けないので全然後悔はしてないです。ただ失ったものもあるっていう、ただそれが現実っていうだけ、それを受け止めてるだけ。なんか子育てもそうだと思います。子供もね、成長していくし、まあ自分も親も成長していくし、その中で、あれはちょっと違ったかなとか、これは良かったなとか、いろんなことを思いながらの子育てだけど、子供もね、年齢に応じて、いろいろ感じていくんだけども、それは今からもう未来のことなので、私にはもうどうしてもわからない。わからない。だからまあ親は大変なんですよね。もう本当に子育てってすごく大変。もうどこのお母さんもどこのお父さんも本当にいろんなことを考えて悩んで、すごいこう四苦八苦しながら、最初はみんな慣れない、そういう中でみんな頑張ってる、あまりにもみんながやってることだから、なんかすごい普通なことのような気がするけど、妊娠して出産して子育てして、でもその一連の作業って全然普通のことじゃないし、本当に大変なことで、すごくね、コメントとかでも私の子供たちのことを思っていろいろ言ってくれるんですが、まあ間違いなく私たちの3人の子供のことを誰よりも愛して心配して考えて、これからもこう責任を背負って生きていくのって
もう紛れもない私とブルーノなので、もうそこはまあ自信持ってます。もう誰よりも子供のことを考えてるっていうのは間違いないです。だからなんかコメントだけを読んでると、なんか子供にこう、あ、なんかマルチリンガルになってくれたらかっこいいなとか、なんかそういうこう習い事を押し付けてるただのバカな母親みたいに思えるんですが、私が読んでもそう思います。なんか大丈夫この母親って。だいたい私自身もそういうねやり方ってどうなのって思う方なので、まあだから過去の動画でもね、あの外国語がどうのこうのって言う前にちょっと国語をしっかりしましょうよ、そんな話をしてますが、まあただそれと私たちの今の状況って全然全く違います。違う。同じバイリンガル、マルチリンガルにしても全然意味が違います。ただね、私は娘と私の母親とね、ばあばとね、会話してほしい。まあ言ったらそれだけっちゃそれだけです。描きようによってはすごい綺麗な美しいお話にもなれば、なんかこうやって批判される対象にもなるんですよね。まあ見方次第、捉え方次第なのでね。ブルーノがね面白い話をしてたんですけど、なんか絵があってね、すっごい大きなドラゴン、竜がいて、それに弓を向けてるね、二人のこう男性がいるんです。で、そこに吹き出しがあって、その人たちが考えてることが書いてあるんですね。すっごいでっかい竜なんです。で、一人のおっさんは、うわぁすっげーでっかい竜だ、こんなの倒しようがないって思ってるんです。それに対してもう一人のおじさんは、こんなでっかい竜だから外しようがない、仕留められないわけがないって思ってるんです。わかりますか？同じ状況で同じように弓を向けてて、その二人がね、視点が違うっていうこと。一人はもう倒せるわけがない、無理だって、もう負けを認めてる。もう一人は、いや、倒せないわけがないだろうって。うん、勝ち誇ってるっていう、そういう面白いなと思いますね。言葉を学ぶっていうのにはいろんな捉え方があるんですよね。言葉を勉強として捉えるのか、こう学校のね、英語の授業みたいな、一つの科目として捉えるのか、それともただ単純に意思疎通の道具として捉えるのか。私これは動画でもよく言ってますね。コミュニケーションツールだって。それから表現の自由だったり、アート、趣味、仕事、あとは文化を知るためだったり、いろんなこう目的があるんですけど、共通点はどれも楽しいっていうことじゃないかなって私は思うんですよね。だから楽しめてるうちだったら、別にそんな否定する必要あるって思うし、私が自分自身が求めてるのもそこですね。結局は楽しいか楽しくないか。だってコミュニケーション取るのって楽しいし、その結果私、今の私があるし、国際結婚もすごく楽しいですよ。私が思ってる一番のメリットはそこかな。やっぱ楽しい。単純にもう知らないことがたくさんあるから、今でも私は日々こう知らない言葉を覚えたり、そういうのってただ単純に楽しいです。あ、これってこうやって言うんだって。で、そういうまた語彙が増えてくると、他のところで使えて通じた。もうそれが楽しい。それだけです。まあそれによって、これこんな表現するんだって。なんだろう、そういうのを知ると、まあ、過去の動画でやってますが、文化をね、知る。言葉を知るってことは文化を知るっていうこと。言葉と文化ってすごく密接なので、言葉がもっとたくさん分かってくると、相手のことももっと分かるようになるんですよ。だから、ブルーノの普段の言動とか、まあこういうことかってなんか分かったり、納得がいったり、そういうのが私はすごく楽しいと思うので、子供との関係性もそんな感じ、コミュニケーションを取るのが楽しい。だから別にそのコミュニケーションの手段が、英語であっても日本語であってもポルトガル語であっても私は別に何でもいいんです。コミュニケーション楽しいから。ただ、じゃあ、その子供たちと私の母親、ね、ばあばと孫が喋るときに、もうね、60歳、70歳近くなる、ね、そんな老人に今からポルトガル語頑張ってっていうのもね、なかなか酷な話ですよ。でもね、会話してほしいですよ。やっぱり言葉が通じて喋れたらもっと可愛がってもらえるし、もうそれは単純な娘の立場、親の立場、この中間にいるね、立場からの純粋な願いです。親子の関係ってね、そんな言葉とかのそういう壁が入り込めるほどね、そんな薄っぺらくないです。ブラジルは本当に国民性でね、見える愛なのでどんどん出す。
どのなす、それこそ自分を責めないですか。お母さんが、大好きなお母さんが自分のせいで責められてるみたいな、うるさいよ、他人の迷惑になるとか思わないの。